MLB、ドジャース、レイズ、日本時間25日、ロサンゼルス、ドジャースの大谷翔平投手は23日、日本時間24日、本拠地、レイズ戦で自身初のサヨナラ満塁弾を放ち、史上6人目の40の40を達成した。宇宙観測へギリギリ飛び込む一撃で、記念球は一度グラウンドに跳ね返ったが、レイズ中堅の干せしり外野手はスタンドへ投げ入れた。 一夜明けた24日、同25日に報道陣の取材に応じ、40本塁打 &40 盗塁のことは知らなかったと語った。画像、土軍美人妻の中でも、ひときわ輝くマミコ夫人か、かわいい宇宙間跡へ伸びていく打球。尻は決死のジャンプで本塁打キャッチを試みた。ウォーニングトラックまで飛んでくると分かったけど、本塁打になるかは分からなかった。 だからアウトを取ろうと思った。飛んできたフライは全部キャッチしようとするんだ。でも入ってしまったねと肩を落とした。史上6人目の偉業で、出場126試合での到達は史上最速だ。だが、リーグも違う敵軍スラッガーの偉業。尻は特に何か考えていたわけではない。40本塁だ &40 盗塁のことは知らなかったからね。 試合が終わって、さよなら負けしてしまったってだけのこと。だからファンにあげたんだと話した。大家の記念級をゲットしたファンが仮にオークションなどに出品すれば、超高額となりそうだ。よかったね、キャッチしたボールで、楽しんでくれればいいけどねと語った。